日本が南極海で行っている調査捕鯨が国際条約に違反するかどうかをめぐって国際司法裁判所で争われている裁判で日本側の初めての口頭弁論が2日行われ日本側は調査捕鯨によって科学的な成果を上げているとして訴えたオーストラリア側の主張に反論しました。この裁判はは日本が南極海で行っている調査捕鯨は 国際捕鯨取締条約に違反するとしてオーストラリア政府が3年前に日本政府を相手にオランダのハーグにある国際司法裁判所に訴えたものです裁判は先月26日から公開法廷で双方が主張を交わす口頭弁論が始まりオーストラリア側は鯨肉を販売しているのは商業捕鯨に他ならないとして即刻中止すべきだと主張しました これに対し、2日からに日本側の口頭弁論が始まり、鶴岡康二外務審議官が種の保全を考慮に入れながら科学的な調査を行っていることに疑いはないとして、日本の調査捕鯨は科学的な成果を上げていると主張しました。オーストラリアの議論の基本には、いかなる捕鯨も反対すると、こういった考え方が反映されているものと理解をしております。私たちは、 調査法権は法に則りまた科学的目的のために行われているものだと確信をしておりますしこれは客観的な事実が示すことだと思っておりますこの裁判は今月17日に口頭弁論が終わり早ければ今年中にも判決が出る見通しで判決の行方は今後の日本の調査法権に大きな影響を与えることになります